おっす、オラ YouTuber マフィアカジタです。フォゲーマーのレッチです。よろしくお願いします。よろしく。じゃあ今回はですね、復刻スズメのお宿の活動日誌ピックアップに召喚ということで、なんで引くかっていうと、いまだにこの SSR 星号李書文先生アサシンが手に入ってないんです、はい、なるほど。なんでね、このタイミングで弾けたらいいなと思います。というわけで、また1回召喚からやっていこうかな。いきましょう。いや、そしてカジタさんの格好よ。うん、格好がどうかしたってラフすぎるでしょ、もういや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 、別にね、いつも通りじゃない。いや、見たことねえわ昔はずっとジャージ着てたのよ。ああ、あの頃が原点回帰、原点回帰。デビューしたての頃はずっとジャージ着てたから。そうですよね。なんか噂によると、そう、クージャにキティッパっていうそれはお前んとこのチタ半島特有の文化なんだけれども俺はプージャにキティッパはやったことはない、うん、でもなんか最初、白に金のラインが入ったジャージって聞いたんですけど。着てた。ああ、やっぱそうなんだ。うん、え、それほんといつっすか。フォゲーマー来たことない。フォゲーマーで最初仕事をしたいんですけどって話をして、じゃあ今度編集部に来てみなよって話をされて、はいはいはい、で行った時はその格好だった。バタフライナイフカチャカチャやられたん。誰に聞いたんだよそれするわけねえだろ。なんでバタフライナイフカチャカチャしながら編集部にやってくるんだよ、ライター志望のやつが。おかしいだろ。どんな噂になってんだよ俺。でもね、噂はね、背びれ尾びれついていきますから。尾びれつきすぎだろあることないことね、言われちゃいますからね。いや、でもそれで見事ね、じゃあうちでやってみなよって話になって、ライターとして本格的にデビューを果たしたわけで、はい、カジタさん初代というか最初の頃か、で割と洋芸ばっかりだったんですか。っていうか、俺が入った頃ってフォーゲームは今週間ゲームやってなかったから。ああ、もうその時代。そう、その時代当然スマホゲームも存在してないし、やってたのは主にその PC ゲームとハード専門のメディアだった。だから俺はオンラインゲームの記事を初期はよく書いてた。へえ、覚えてます最初の頃やった記事とか。一番最初に書いた記事は新女神転生イマジンっていう。出た、あれか。あれあれ、すごいな。その頃からじゃあメガテンと、あ、まあでもその前からなのかな。まあ縁としては仕事で関わったのがおそらくそれが初めてだったな。なるほど、ね、メガテンっていうのは。ただあれはまあアトラスのタイトルっていうよりも運営会社別だったから、ちょっと特殊なんだけれども、だいぶ攻略したよあれ。いや、なんかそんな感じしてました。すごい、なんかその見た目でそんなにオタクですかみたいな最初のインパクトはもう忘れないですね。いや、お前はそんな別に初期のメンバーじゃなかったけど。あ、僕もあれですよ、何ですか、昔のやつ知ってますから。あ、知ってんの。あ、知ってます、知ってます。その、会ったことなかったですけど、当時は。え、いつからいたっけ、俺っちって。僕がいたのは何年前かな、23ぐらいの時なんで8年ぐらい前ってことは、やっぱ俺よりは後に入ってる。あ、もちろんです、もちろんです。で、カイさんのその初期の頃の話とか、あと何かで僕写真見たんですよね。うん、俺編集部でお前のこと見かけた覚えが全くないんだけども。最初だってあの浜松町の頃ですよね、あの頃はカジタさんが来てたな、知ってましたね。ちょこちょこ来たな、知ってましたね。でも全然顔は合わせてなかった。そうですね。だってなるほどね、新しいオフィスになってからですもんね。あのよくこう一緒に仕事するようになったのは。俺が一番持ってる俺っちの古い記憶は、はい、東京ゲームショー行った時に何かいて、あで、誰こいつってずっと思ってたなんか普通に話しかけてくるけど、こいつ誰だろうってずっと思ってたのを覚えてる誰やこいつって。それこそもう東京ゲーム場2015とか、そんなことだったと思うよ。もうほんと5年以上前じゃないですかね、あかもしれない。で、俺っちはそのいつもの感じで、はい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 、いや、クリスさん何々すよねみたいな感じで話誰こいつってだから名前も分かんないから俺は話合わせるしかないわけ。はいはいはい、はい、あ、そうっすねみたいな誰だっけって、前に会ってたっけって思うわけ
そん時会ってなかったのかな。わかんねえんだ。もしくは一方的に知ってただけの可能性もありますよね。その可能性もあるし、でもまあなんだかんだでその後はよく会うようになったから別れるようになったっていうか、ね、そんな感じだったよ。確かに出会いはゲームショーだった気がする。何年前だよって話ですけどね。フォーゲーマーにこんな若そうなやつおったかなって思ってたから。フォーゲーマーってイメージ的にあのもう活力の衰えたおじさんしかいない。やめなさいやめなさい言い方全体的にこう正気がないっていうか、じゃあ、うん、内に秘めて外に出ないから。エネルギーを内に秘めて、そう見た目はなんかこうゾンビみたいに。やめなさいよ。いるけどそういう人も。いやだってフォーゲーマーの編集もいつも静かなんだもん。あーそれね、誰が来ても言う。マジでゾンビみたいなんだもん。いや本当にもう、うん、デスマーチまで言わないけど、うん、なんかみんなずっとそうもう誰も一言も喋んないし、みんなこうじーっと机の前に座ってるっていう。金だ来たかな、うん、ああセイバー、あーランスロットか、十分持ってんだよな。まあ欲しいのはだいぶねもうそろそろですからね。あなんだよ。まあ確かに編集部は、うん、なんていうのやっぱ結局文字との戦いが多いんで。そうね。うん。うん、でも最近ほら番組制作とか始めてんじゃん。はい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 。そんなエネルギッシュななんていうか新事業を始めて大丈夫なのって正直思うよ。まあなんていうのかな、うん、その奥側、多分加藤さんも来たことあると思うんですけど、奥側の僕たちがいる方の席、うん、っていうのは割とキャッキャしてます。キャッキャつかまあ賑やかですね。その普通にこうチャットワークとかスカイプとかじゃない、うん、本当の口を使った会話があるから、はい、他の人たちはみんなのウェブ上で会話してるんで基本で、あのゾンビの人たちが下打ちが来る。やめなさいよ。うるせえやんって感じじゃない。そこまでじゃない。そこまで撮影してる。さすがによかったよ。うん、俺はごく稀にしか行かないから。あそうですね、うん、でも僕昔入ってフォーゲーマーに入って一番びっくりしたのは、うん、隣の席スカイプみたいな。いやまあそうなんですよ。昔、まあ、そうなんですよ。いや嘘だろ、さすがにそれは持ってるんだろ。いやガチですガチです。本当にガチ持っとるやろ。いやいや本当にガチです。本当に、いやマジですこれ、ね、隣同士の席でスカイプしてんの。してんすよ。え喋りかけたらええやんみたいな。えなんで、まあ、業務的なものもあるし、あとやっぱ、うん、今以上に静かだったんですよ。ああなんで喋ったらいけないみたいな空気感があって、この静寂を遮るべからずみたいなので、あのもうウェブ上で隣の席なのにチャットで会話してる。後ろの席なのにチャットですよ。いやガチですよこれ本当に。いや本当になんだ誰が作り出した圧力なの、その一言も声を出しちゃいけないみたいなルールは。分からない。昔の野球部みたいな。そのなんだろう。いや本当わかんないんですけど、本当そうでした。だからなんかあのほらニュースとか書いたりするじゃないですか、うん、情報届きまして、うん、ニュースを書いて拾ってきたと書いた時に、じゃあこのニュース終わりましたみたいな報告とかをしたりするんですけど、うん、それも全部隣にいようが終わりました。じゃあ次これお願いしますっていうやり取り、全部文章、全部文章。そこまで行くともう逆にプロ根性感じる。まあありますねその点は。そんなもう言の悪い話聞いてたからもう全然出ないわ。星4のランスロットのみだ。言が悪いかとか知らんけど。じゃあ、残りの石は後半使いたいと思います。また次回。